こんにちは。今からこの場所を紹介いたします。この場所は宮城県の松島にあります里山です。この場所は健太命の農園ということで、私たちの活動をしている健太命の教室の一部の活動拠点にしております。ここにはコミュニティスペースギャラリーがあります。後ほどその場所を紹介します。ここ全体が我々の活動の土地になっています。向こうには畑、そして山があります。山には栗、花林、いろんな食べ物があります。あと向こうには今さつまいも、大根、そういった野菜を植えてます。そしてまたコミュニティスペースギャラリーのある方にもですね、白菜とかナスとかトマト、今で言うと夏野菜、秋野菜が植えられています。そしてこの場所はローリエという月桂樹の木もありまして、これは健太命の農園のですね、まあメインになりますけど、ローリエの輪を作ろうということで、ローリエでいろんな方々にお分けをしてカレーやスープに入れていただいてます。そういう木もあります。そしてこの場所はいろんな方が全国から来ていただいて、つながりを深め、土に触ったり、おいしい空気を吸って、いろいろな会話を楽しみながら情報交換しています。そして当然東日本大震災の伝承という場所にも立っています。こちらを今から紹介をします。ここはですね、コミュニティスペース、そこにあるですねギャラリーとして、いろんな写真とか記事、あとは私たちの活動ですね、農園の活動の写真とかを飾っています。そちらにはこれまで私たちが活動して取り上げていただいた記事など展示をしています。あとこちらにはですね、私たちが今健太命の農園で野菜を作る、命を育てる活動をしている写真とかも展示しています。あと向こう側になりますけども、これはもう語り継ぐ命ということで、これまで震災で亡くなった方々を悼みながら、この写真をお見せをしながらですね、伝承の話をしている写真です。これを見てですね、これからいろんな方々に命の大切さ、東日本大震災、そしてこれから起こる災害等についての防御策などを含めてですね、考える写真パネルになると思います。またこちらの方はですね、私たちがつながった方々、各事故災害でつながった方々と一緒に活動している写真なども掲載しています。こんなところがですね、私たちの活動の場になりますけれども、ドアの向こうにはですね、息子の生きた証をですね展示をしています。生きた証というよりも、我々の活動とともにですね、健太と私たち親を3人でですね、今活動しているというところです。これをですね、皆さんにこの健太命の教室、このコミュニティスペース、またお縄からですね、きっと皆さんにこれからもお伝えしたいと思います。ぜひですね、この場所に来ていただいて、またゆっくりですね、いろんな資料がありますので見ていただくというふうにしていただきたいなと。ここにはですね、いろんな学生の方々、あとはその新聞記者になりたいとかなったとか、そういった方々とか、あとつながった方々がですね、農園ということで芋を掘りに来たり、いろんなものを植えに来ていただいたり、一緒にですね活動する場になっています。今後はですね、いろんな子どもさんとか親御さんも含めてですね、この場所で命の大切さ、そういったことをですね、共にですね学ぶ場所にしていきたいなというふうに思っています。ぜひお越しください。今日は向こうにある写真パネルをですね、紹介していきたいなというふうに思っています。この写真は東日本大震災で大切な命を失った方々がどう生きたかということと、語り継ぐ命ということで、これを今日は紹介していきたいなというふうに思っております。これから伝承に使
使っているパネルの紹介、写真の紹介をいたします。こちらは2011年5月に撮った写真です。もうこれは4階建てのビルが横倒しになっています。これは息子の仕事をしていた職場、四十四銀行です。そしてこちらは町の物産館のマリンパル、もう岸壁から100メートルのところです。この横倒しのビルはちょっと離れたところから波に流されて横倒しになっています。もう私たちも戦争の経験はないんですが、戦争の爪痕とも言えるようなすごい強烈な場所でした。こちらの写真は航空写真です。私たちはここに立っています。銀行の跡地のところに立っています。そしてこれは4階建ての江ノ島共済会館。女川町には江ノ島っていう離島があります。船が欠航して島に戻れない時に島の方々が泊まる会員の施設です。あと事務所もありました。そしてここが避難階段です。この津波の威力が分かる遺構でした。この江ノ島共済会館に当時いた方々は全員すぐ避難場所に逃げ命を守りきっています。この写真はまだ奥さんが見つかってない行方不明の奥さんを探すために自らダイバーの資格を取って自ら海に潜って探しています。今も探し続けています。そしてお墓に行くより海に行って探し続けるという気持ちを強く持って奥さんの帰りを待っています。またここには写っていませんけども、もう一人の方は娘さんを探すためにダイバーの資格を取って一緒に潜る時もあります。家族には2人ダイバーの資格を取って自ら行方不明の家族を探している方がいます。この写真は2011年の3月13日、震災から2日後の航空写真ですね。ここがマリンパル女川で、息子が働いていた職場はこちらです。右奥にはここ避難階段があって、こちら高台に行けるようになっていました。ここ全体この辺あたりまでは埋め立て地ということを聞いてました。まあ、震災の時地震の後の約30分後ですかね、こちらの岸壁から水が入り込んで女川のこの立地なんですけど、山と山に囲われまして、その津波がどんどん増幅していって水の逃げ場がなくなって、ここから入ってこちらの内海まで水が突っ切ってるんですね。まあ、女川の津波の恐ろしさを象徴するような写真だと思ってます。こちらの写真は息子が発見された震災半年後9月26日なんですけど、こちらの霧ヶ崎のこちらは岸壁です。この周辺で息子は発見されました。とても辛い場所なんですけども、なぜか足が向く場所ですね。この周辺は銀行の行員の皆さん、息子をはじめ3人の方が発見されている場所です。残された家族にとって、もしかするとこの海にいるのではないのかということで、銀行の遺族が集まる場所でもあります。とにかく一日も早く家族の元にも帰れるように祈る場所でもあります。こちらの写真は息子の同僚成田恵美さんのご両親ですね。
えみちゃんの誕生日が12月10日なので、毎年私たちもお呼ばれされてご自宅に伺ってるんですけども、あのこちらがえみちゃんの自画像ですけど、なんかとても両親にしてみればとても悲しいんですけど、でもえみちゃんがいた時のように誕生日をお祝いしてあげたいということで、みんなでお祝いした時の写真なんですけども、うん、まだ行方不明なんですよね。お父さんもまあ、高松さんと同じようにダイバーの資格を取って今も海に潜って、とにかく娘さんの帰りをとにかく待ってるという状況です。ここには私たちこれまで9年7ヶ月女川やさまざまなところで活動してきた、それらの歩みが写された写真が展示されています。記事とさまざまな私たちの心情を映し出された素晴らしい写真がたくさんありますので、ぜひ多くの皆さんにお越しいただいて、私たちこの一つ一つ一枚丁寧にお話しさせていただきます。はい、またここにはいろんな記事もありますし、命の農園の写真風景もあります。ぜひですね、この場所で命の大切さ、またですね、命をどういったふうにこう恵むかということも農園からですね、一緒にこう考えていきたいなというふうに思っています。ぜひこの場所にですね、多くの方々が来ていただいて、お茶でも飲みながらですね、自然を見ながら、ぜひですね、心を豊かにするようにですね、一緒にこうここでお話ができたらいいなというふうに思っています。お待ちしています。